では筒香選手の入団会見見ていきたいと思います。ああ筒香筒何あ音坂友の入団会見じゃない違うメキシコから帰ってきてないから。あ違う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 、まっすぐ閉まって。それ筒香だから今日ニコちゃんのさ、音坂あれを音坂ルーカスともニコラスって言うけど、そうあニコちゃんでしょ。ゴーニコ学ゴーのパクリやん。えらニコちゃん？ニコいいから。ニコ。さあ始まりましたね。はい。思ったより報道陣いないね。あといるわ。もっとバーって後ろにいんで。もしかして25人で揃えてるこれ？違う違う違う25だからね。そうなの。うん。宇宙間高く上がった手応え十分。嫌な。ベースターズファン。出た。あーわざわざ作ったってこと、ね、すごいね。ドキュメンタリーオブ筒香だ。あー横浜の街が、あー懐かしいな。あー今誰だ歌えたのじゃないやつ。誰が歌えたぞ。左の多分や山口哲也だな。あれはやられたぜ。あー打ってすぐ。やれしそう。あー戻ってきました筒香選手。あ応援が来るよ筒香。違う違う違う、俺も今あれって思ったけど、あれ筒香ちげえよ。筒香か俺。髪型あれ俺言ったお前だよ。お前あれ見ないでしょ。マジでいいんだよ多分それじゃね。あとなんかここビーフ行ってるらしいから。 あそうなんだ。あいい応援歌だこれは。あ来た来ました、このふてぶてしい顔だ。やっぱりちょっとひげ若干浅めだから本当に剃ってたんだな。あ巨人入団のために。そうなんか筒香ひげない説っていうのが出てて、巨人ひげダメだからね。そう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 、だから筒香ひげ剃ってるからもう巨人入り決定かみたいな。確かに薄いもんな。いつも薄いよね。最悪どっちでもみたいなのがあった。皆さん、雨の中、大変な中お集まりいただきまして、マスコミの皆さん、ファンの皆さん、ありがとうございます。再び我々と筒香選手の道が、交わることになりました。今日それをお披露目できることができて、非常に光栄です。短い時間ではありますけれどもどうぞよろしくお願いいたします。続きまして筒香嘉智選手よりご挨拶をお願いいたします。皆様こんにちは。こんにちは。本日はお集まりいただき、お祭り本当に感謝してます。先ほど応援歌の演奏もありました。あの応援歌はどんな風に聞かれてました？本当に素晴らしい、応援歌ですし、僕自身も大好きな応援歌ですので、ここベイスターズでプレーすることを決めた理由、まあ、きっかけなどがあれば教えてください。はい、僕は常に野球が上手くなる方というのが自分の頭の中で。それどういうことだ、それ巨人じゃ上手くなれないってことか。そう、それそういうことだろ今その発言って。だってどっちかって言ったよね今。ベイスターズか巨人で悩んでたろ。野球上手くなる方選ぶって言ったもん。ベイスターズどういうことだおい。それちょっと角が立ちましたね。絶対今ジャイアンツファン今突っ込んでる。立ってねえよ。そういう言い方、すでに人生でいい方を選択してきましたということ。ああ、そういうこと、ね、じゃあ明るい未来見えないっていうのがジャイアンツだと。あれ落ち着いて。あとなんか応援歌がどうたらって言ってたもんね。うん。なんかあのメジャー行った時に、あの行きでベスターズの応援歌流したら、なんかもう俺ベスターズのそれはもういいんだよ。え、やめてやれ。それはいいんだよ。まあまあいいか。これいつロペス出てくるの？アニモロペス、うん、だって左宮崎でしょ、右筒香で。あいつロペスで3打席連続ホームラン打ってたけど、うん、そもそもこの人宮崎じゃないから。宮崎じゃないの。あのマイク持ってんの昔 DeNA にいたあのブロードウェイ。ヒゲのイメージだけだろお前。ブロードウェイがなんで筒香の横に立ってんの。何も関係ないだろブロードウェイ。まあ、これまで共にプレーしたこともあります三浦大輔監督からは入団が決まって何か言葉はかけられたりはしたんですか？まずは
サンフランシスコジェンツの対談になった後、数日経った後に電話をいただきまして、おい帰ってこいよって言われて、じゃあまたなって、15秒ぐらいで電話終わりました。かっけー。あー、いいね。ちなみにカズゴー選手はどう返事をしたんですか？お疲れ様です。はい、また連絡させていただきます。これ悩んでんじゃん。さあ、2012年から着用した背番号25のユニフォームに再び、やっぱ25開けとかなきゃダメだったか。まあ、ベイスターズの背番号を開けて、この筒香選手の材料になっていたわけです。まあ、村田から岡本やから、で、筒香も村田から筒香やから、これちゃんとね、背番号開けとかなきゃいけないの、こうやってちゃんと。だ、24番吉野部辞めてから、なんでクックにつけさせたかって改めて今怒りが出てきたのと、なんで24番開けたの、背番号の話ね。なんでクックにつけさせるの。24といえばクックですから、ね、ちぎちお前だけでそれ言って。まあ、ご覧の皆さん、ご覧の通りアメリカでの成績というのは、満足できるものではなかったですが、そうだな、悔しいね。プロ野球選手というのは結果で評価されるのは当たり前のことですし、結果出なかった原因という原因と今も向き合ってますし、勝負の世界に、はい、ポジションどうぞというような、そのような勝負の世界は僕はないと思ってますので、このアメリカでプレーした4年間、それ以前のベイスターズの10年間、そしてこれからも変わらず、自分のパフォーマンスでポジションを取りに行くだけだと思ってます。もう巨人来たらはいどうぞでしたけどね。レフト空いてますから、はいどうぞ。おい、忘れろ。え、過去振り返るなって言ってたじゃん今。そうですか。トーモトーモヨシトモ、ヨシトモのトも入ってるけどな、そこに。まだニコちゃん出てきた。音坂ないっていうな、もうニコちゃん。シーズンチームは現在4位。このベイスターズの今のチームというのは、筒香選手どうご覧になってますか？びっくりしたよね。あ、中日チーム、中日、中日チームしてないので。いや、そうだろうね。お話にもありました通り、今のベイスターズ非常に若手。オースティン何もかもそこまで自分が犠牲になる必要なかったのよ。ドラフト1位ルーキーの若手選手は、筒香選手の後輩、高校の後輩、そして同じ左打ちということで、ここまで開幕から全試合1番で出場していますけれども、先輩、クラモトの話かと思った。クラモトじゃねえよ、クラモトも左で、はい、横浜高校だけど、そして皆様、実は本日筒香選手のことをよく知るサプライズゲストにお越しいただいております。それではお登場いただきましょう。横浜お父さんがスペシャルゲストでっていう立場に出れないから、出れない出れない。誰だ、誰ですか今。似合うけど、めっちゃ似合うけど、ああ俺の心燃え尽きるまで、せめてせめてまた食らいつく、俺の心燃え尽きるまで、いいいいから、せめてせめてまた立ち上がる。あの、いつもでいいでしょ。おかえり。さあ、先ほど電話で15秒のやり取りというのがね、筒香選手からお話ありましたけど、私の三浦監督はマイクにスローカーブの人だね。握ってねえな、癖づいてねえんだよ、別に何に関しても。いかがですか、今日を迎えて。やはり横浜スタジアムが似合う男だなと。うわぁ、いいね、巨人じゃねえだろうと。なんて東京ドームだって似合うんですよ。東京ドームよく打ってたよ。なんか東京ドームがなんかこにゃーんって優しいベンチの中で。あ、イスラエル戦ね。イスラエル戦じゃねえ、イスラエル戦。三浦さん以上に横浜スタジアムが似合う男になれるように頑張ります。あ、いいね。こういうこと言えんのやつ、すごい笑かせつつ。さあ、三浦監督、昨日聞いたこと言えると。サプライズゲスト、三浦大輔監督でした。皆さん、大きな拍手をお願いします。もう出演も15秒。出演も15秒。電話と出演も15秒。うわぁ、ガチじゃん。もうこれ、もう結婚式で言うと誓いのキスみたいなもんですかね。そうだね。うわぁ、まだ間に合うよ、止めに行くなら。止めろ、ちょ待って、俺の止まった。おい、ちょうどストレージ。おい、なんでこっちが止まんだよ。いいとこで。ストレージが。このタイミングで。大事件起きて、もうやっぱ巨人じゃないんだよ。
すごい。それでは GOH なんだ。須郷選手が背中を向ける形で顔もこれで握手でよろしいですかね。なんか変じゃね。不可能じゃね。あれあるある探検隊してる。はい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 じゃない。後ろから見たあるある探検隊してる。フォーリンラブにも見えちゃう。これどこ向いてんの須郷。このカメラ何個なんだろう。向けないっすよ。無理っすよ。つって。なんだよこれ。これ何？これ何？これ何？いいのこれで。そうもうどっち向いていいかな。須郷選手の応援歌もう一度歌いたくないですか？いや風間さん、もう応援はしてるでしょ野球人として。あもちろんもちろんもちろん。じゃあ応援歌。大熱唱してください。わかりました。おかえりー。 We lost すねどこまでも村田鍛えたそのパワーかっ飛ばせ勝利をさ目指せホームラン言葉せ村田さあ気合を見せろ全力で立ち向かえ走り出して君は誰にも止められない勝飛ばせ村田お横浜の誇り胸に抱いて道を切り開けに行こう音坂とも音坂とも音坂とも走れ飛ばせ音坂とも全力で毎日必死にプレーいたしますのでよろしくお願いします。本日はありがとうございました。いやすごい。いやセリーグにスターが来るのはいいですね。いや嬉しいですこれは。はい以上会見でした。終わりました。じゃあまず最後はあの俺催眠術できるようになったからはこの間の配信でいきなり何催眠術やって、うん、本当に今勝又、今ね勝又ね、筒子おめでとうとか言ってるけど、うん、本当の勝又を俺が催眠術で呼び起こしたいと思います。呼び起こす今、でも筒子横浜にいたこと嬉しいでしょ。いや嬉しいよ、帰ってきてくれたしね。やっぱいい絵だよ、この答え方で正解だったと思う、うん、正解ですよ、うん、筒子は横浜でいいと思います、うん、って思ってるでしょ。思ってるよ。だけど勝又の本音私引き出します。呼び催眠もかけたから予備催眠？あ、その後俺に任して。いや、俺あんまそういうの信じない。はい。あなたは、もう本当に素直になる。ね、スポニチの気持ち、勝又の本当の気持ちをあなたは喋りたくなる。本当もう5秒後に、あなたは、スポニチだったり勝又の本音、筒子に対しての本音を喋り出します。わーい！おはようございます。今の率直な気持ち、筒香選手に対しての率直な気持ち、お伝え、どうぞ。筒香、お前は DNA じゃない、巨人。皆様、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ナイスバッティング、ゴーチャイアンツ。